安倍まゆみは、福井県を拠点に活動する日本のフリーアナウンサー。福井県福井市出身。福井市新明中学校、福井県立講師高等学校、関西大学卒業。中学、高校時代には、ソフトボール部に所属していた。ラジオでは、福井放送の番組を中心に活動。番組によっては、すべてひらがな表記の安倍まゆみ名義で担当することも、ある。 午後はとことんワイド出演当時の2009年にはサークルケサンクスとのコラボレーション企画によりお邪魔テレ出演者のユノセ・鉄郎と FBC オリジナルコンビニ弁当二品を考案したこれらは同年6月30日から7月13日まで北陸3県のサークルケサンクス各店で販売されたまた同番組とその後継番組午後はとことん よろずやラジオで放送されていたパールライスの安倍ちゃん担保日記の企画により2009年から2010年まで米作りを体験。水田の所有者と JA 福井市の職員たちの指導の元、田植え、雑草取り根刈り、さがけに至るまでを番組のディレクターやリスナーたちといった。なお2年目にはよろずやラジオ月曜担当の坂井読み 都会う担当の岩本和弘も米作りに参加した。私生活では2002年に結婚。そして2007年3月に女児を出産した。ありがとうございます。